当社は1948年に創業いたしました。で最初はチューインガムの方から始まりまして、その後、チョコレートやキャンディー、ビスケット、アイスクリームなどを製造発売しております。以前は毎日出社をしておりまして、会社で業務を行うという形になります。また外出時等はちょっと会社のパソコンなどを見ることができないので、メールチェックなどのものは会社に来た時に対応するという形になっておりました。パソコンを持ち出すと情報が漏洩するという意識も非常に高かったので、商談は紙ベースで、会議もパソコン持っていけませんから、みんな紙で印刷して紙を持って集合して会議するというのが当たり前の状態でした。Chromebook を導入する前は、基本的にはデスクトップパソコンを全社員が使っておりましたので、これを全面的に大体2600台 Chromebook に切り替えをしました。一番は、セキュリティ面の高さですね。IT リテラシーが決して高くなくても安心して渡せるパソコンが Chromebook、Chrome OS だというところが、コスト的にも当然見比べた結果ではあるんですけど、 Chromebook を採用させていただいたと。まず Chrome OS が二重化されてますと、OS の改ざんを許さない仕組みになって、改ざんされたとしても自動的に元に復旧させるような仕組みを持ってたりとか、 Chrome Enterprise アップグレードを入れることによって、コントロールできるので、その Chrome OS のセキュリティの高さが我々の管理コースを減らしていただいているという形になります。 Chromebook が入りましてリモートワークをすることが多くなり、現在は基本的には在宅勤務をベースにさせていただいておりまして、週1回ぐらいを目安に出社はしているような状況でございます。社内の反響ですと、オンラインでのミーティングっていうのも、ほぼ初めてやるところからミートで打ち合わせしようっていうのが、もう合言葉ではないですけれども、もう定着してまいりまして、続いていますので、皆さんワークライフバランスという意味でできているのかなと思います。私子供が3人いて、妻も働いていて共働きなんですけれども、残業とかも、当時すごく多かったので、なかなか育児とか家事に一緒にやることができなくて、妻の不満はすごく高かったと思います。 Chromebook 導入によって、だいたい在宅と出社が半分半分ぐらいですかね。中抜けっていう仕組みも会社の方で整備をしていただいたので、子どもの習い事のために早めにお迎えに行って、習い事に送り出してからもう一度自分の業務に戻ったり、今日の学校で何があった、保育園で何したのといった会話が毎日のようにできるようになったので、すごくそこは充実した日々遅れてるかなと思います。